皆さんこんにちは、タローズキッチンです。明けましておめでとうございます。今日使う食材はこちらです。これね、タチウオなんですけど、お正月に奥さんの親戚の集まりに行ってもらいました。今日はこれを使って、アクアパッツァと塩焼きを作りたいかなと思います。出してみます。これね、もらってすぐ冷凍にしたんでちょっと状態が悪いかもしれないですよね。表面結構生臭い、でも意外と大丈夫そうだな。でこいつは塩焼きにして、他はクワパッツァにしようと思います。こっちはじゃあちょっと塩を振って臭み抜きをしとこうか。はい、じゃあ野菜を切ります。今日はキャベツと、うわ、春菊を使います。キャベツが痛んできちゃった。これね、近所の畑で採れたキャベツがすごく美味しいし、春菊も入れちゃおうかな。ちょっともう痛んで押しなくなっちゃいそうなんで、春菊はお水にさらします。春菊はね、お水にさらしておくとすごくシャキッとしますね。キャベツはどんくらいで切ろうかな。一口サイズぐらいで、よいしょ、すごい緑色のキャベツだな。で、芯はちょっと薄めに切って、スープ取るときに出汁が出るのでこんな感じにしておきます。そうしたら今日はフライパンで調理しようと思います。まずニンニク、唐辛子、ちょっと塩コショウ振っとこうかな。オリーブオイル入れます。ニンニクと唐辛子入れます。十分にオイルに目をつけたら魚を入れます。入りきるか、ぴったりです。この段階でタイムも入れておこうね。そしたらここにケーパーを入れます。どれぐらいかな。はい、アサリを入れます。で、アサリはこちらです。この業務スーパーの冷凍アサリですね、を入れます。結構冷凍アサリこれ美味しいんですよね。シーフードミックスも入れます。白ワインを入れます。美味しそう。あのね、意外とね、美味しそうにできた。てかめっちゃ美味しそう今。そしたらここにトマトとキャベツを入れちゃいます。よし、でこれでキャベツがしんなりすれば完成です。10分ぐらい煮ます。はい、魚焼くときに先にグリルを温めておくとこびりつきません、魚が。で、今これもかけちゃいましたけど、タイムとあとローズマリーで、ローズマリーバジルにしようかな。ちょっとローズマリー少なくないですか。魚焼きグリルにはい投入します。はい、一番弱火で10分ぐら
いただきます。はい、10分経ちました。うん、素晴らしい、いい感じです。いいね、行こうかな、白いやつ。開けてみます。うお、うまそうです。よいしょ。はい、もう一回戻っていただきます。いただきます。どうかな、臭みが抜けてるかな、ちゃんと。おいしい。おいしい。うん、めっちゃおいしい。いただきます。こんな感じです。タッチはこんな感じですね。めっちゃおいしい。ホロホロになってます。熱っ熱っ熱っ。めっちゃおいしい。うん、ね、うまい。ね、焼きの方も食べてみたいと思います。うん、どんな感じかな。火はちゃんと通ってるでしょうか。お、良さそうです。ちょんちょんとつける。いただきます。どう？めちゃくちゃうまい。うまい？いただきます。ちょんちょん。焼きはちょっと一緒に食べてみて。うん、めっちゃうまくない？うまい。うん、てかレモンとバターがね、うん、おいしい。